畳1畳分ほどの台紙に和風の雲と水を描きました。まず必要な材料をすべて用意しておきます。新聞を細長く切ります。端っこを丸く切り落とします。この切り落とした部分を2個ずつつないで雲と雲のつなぎ目にします。次に塗装用のマスカーテープを汚したくないところに貼ります。その上に台紙を広げます。裏側を軽くセロテープで留めておくといいでしょう。必要な長さを測ったら、そこで折り目をつけます。そこに先ほど新聞紙で作った雲を置いていきます。新聞紙が丸いのは片側だけなので2枚つないで貼っていきます。雲のつなぎ目も貼っていきます。屋外で作業しているため、少しの風でも飛んでしまいます。軽くセロテープで固定しています。ここに青と紫のスプレーを吹きかけていきます。これは100円ショップで売っているプリンターインクを水で薄めたものです。水の部分は筆を使って描いていきました。適当に波や渦を描いていくとこんな感じになりました。これでしばらく乾くのを待ちます。乾いたら新聞紙を取っていきます。新聞紙が貼ってあったところだけ
くっきりと白く雲の形になって残ります。これで出来上がりです。片付けはゴミを中に入れてマスカーテープを剥がし、くるくると丸めれば小さく捨てることができます。これを壁面に貼って、その上に藤の花やあやめ、鯉のぼりなどを貼ると5月の壁面の完成です。もう一つちょっと違った作り方をご紹介します。こちらは新聞紙ではなく青い画用紙を使いました。これを細長く切って、あとは新聞紙と同じように作っていきます。屋内で作業しているのでセロテープは使っていません。100円ショップのプリンターインクを水で薄めてスプレーボトルに入れ、それを吹きかけていきます。ちょっと離れたところから均一になるようにスプレーをしていきますが、濡れた画用紙がだんだん丸まって隙間ができてしまいました。今重しを置いているところです。初めから置いておけばよかったですね。スプレーが終わって乾いたら青い画用紙を取っていきます。これで雲ができました。水の部分は先ほどの青い画用紙の裏に白いクレヨンで波や渦巻きを描き、くぼんだところはつなぎ目の部分を貼り合わせて、それを並べてみました。壁面に貼るとこんな感じです。ここに5月の飾りを貼っていきます。